エウスタヒ・スタニスワフ・サングシコは、オーストリア・ハンガリーのポーランド人貴族、政治家。サングシコ家の公、公爵。ガリツィア王国議会議長及び、ガリツィア総督を務めた。ヴラディスワフ・ヒエロニム・サングシコ公とその妻のイザベラ・マリア・ルボミルスカ公女の間の三男として生まれた。パリで少年期を過ごし、1860年から1862年までパリ大学で、1862年から1864年までクラクフ大学で法学を学んだ。1863年の民族反乱には共感を覚え、反乱中はパリの亡命ポーランド人社会の中核を得るランベールで活動した。その後、兄が病に倒れたため学業を中断して実家に戻り、ボルイーニ地方の所領の経営を始めた。1873年にレンベルク選出のガリツィア王国議会議員となった。同じ1873年にウィーンの帝国議会下院議員になり、1879年より貴族院の世襲議員となった。また、タルヌフ市の市参事会議長や地主団体の支部長を務めてもいる。1890年から1895年までガリツィア国会議長を務め、カジミエシュ・バレーニの後任として1895年から1898年までガリツィア総督となった。サングシコは議長、総督在任中、交通網の大幅な拡充や水利工事などのインフラ整備、農業経営者を受益者とする経済振興策や農業専門学校の創設などに大きく貢献した。また、公文書にポーランド語を使用したため、公用語問題に悩む二重帝国の諸方をさらに混乱させることになり、特にハンガリー政府との間でしばしば深刻な軋轢を引き起こした。1898年の総督退任時に、金曜猛騎士団の騎士に叙せられている。1895年に、コンスタンツィア・ザモイスカ伯爵夫人と結婚し、息子を一人設けた。曾孫のパヴェウ・フランチシェク・サングシコは、現在のサングシコ公爵家の当主である。ありがとうございます。